今世界で最も危険なプロレス団体はどこだろうか。答えははっきりしている。ウィングプロモーション、この超過激なインディペンデント団体こそが流血と混乱、そして暴力の頂点に立っているのだ。ウィングのリングの上で次々と起きる事件に人々は目を疑い、驚きと恐怖の叫びを上げた。現れたのは紛れもなく地獄だった。これは生死をかけたウィングの修羅場に立った男たちの過激な一年の記録である。1992年、ウィングのこの1年は悪の司令塔ビクター・キニョネス率いるプエルトリコ軍団との激しい抗争の歴史だった。今日はご来場ありがとうございます。全ては徳田光輝のこの挨拶から始まった。混乱の中から地獄へ向けてスタートしたウィングの門出を彩ったのは伝説の英雄ミル・マスカラスだった。
まずは一生をもぎ取ったウィング陣営。だがそれは過激な構想のプレリュードに過ぎなかった。苦しい戦いが続いていたウィング、その運命を変えてみせたのは一つの勇気だった。1メートルのダイビング、松永はミスター・ディンジャーの称号を勝ち取った。暴虐の限りを尽くすミスター・ポーゴの前に一人の男が立ちはだかった。ジプシー・ジョー、放浪の殺し屋と呼ばれた男が金網の中での対決に挑む。
救出し、交互に喧嘩を打った松永。二人の男はついに一騎打ちでシーグを決することになった。決戦はスクランブルバンクハウスデスマッチで行われた。銃刀類の使用以外はあらゆる反則が認められ、さらにオフィスが用意した1点の凶器の使用が許され、今回使用された凶器はバットに有刺鉄線をぐるぐるに巻きつけたボブワイヤーバットだ。Yeah.
次の記者さんへお願いします。お客様席に戻ってください。近づきます、危険です、下がってください。レスラー生活20年を記念したファイヤーデスマッチの開催をぶち上げたポーゴ。対戦相手は白紙状態だが、その前に火炎攻撃の最初の被害者が出た。すいません、ちょっと治療が出ちゃうので。正規軍のアイスマン対プエルトリコ軍のペレスジュニア。代理戦争とも言うべきこの対決は日本で初めて行われる形式のものとなった。地上8メートルの空中で戦い、落ちたら負け、落としたら勝ちなのだ。単純で、そして残酷なルールである。
8メートル上空の地獄からの帰還。ペレスは先に2秒弱で帰ってきた。アイスマンは栄光に包まれながら後からゆっくりと戻ったのだ。負傷欠場中の松永の穴をカバーしようと徳田と金村が決起した。二人は有刺鉄線がロープに巻きつけられ張り巡らされた過酷なリング上での戦いに挑んだ。奮闘も虚しく金村は撃沈された。プエルトリコ軍を止める奴はどこにもいないのか。極悪人ポーゴに奇想天外な試合アンダーテイカーデスマッチでの勝負を挑む奴が現れた。墓場から帰ってきた男、ジェイソン・ザ・テリブルである。棺桶の中へ相手を押し込んだら勝ちというこの試合が行われるのは日本プロレス史上初のことである。
ウィング勢の力で大惨事は免れた。火葬寸前だった棺はリング外へ運び出されていった。ついにウィング勢対プエルトリコ軍の全面対決が実現した。負傷者続出でメンバーの苦しいウィング勢に助っ人として参加したのは、前回ポーゴに屈辱の KO 負けを喫したジェイソンだった。
交互に一矢報いたウィング勢、心が一つになった仲間たちとファンの前で松永はファイヤーデスマッチへの出場と勝利と宣言した。出場権をかけて7月に開催されたファイヤートーナメントで宣言通りに見事優勝を飾った。そしてこの日、この試合で死んでもいいとまで言い切った男ミスター・ポーゴとの極限のファイヤーデスマッチに臨むのだ。松永光弘選手の入場です。20秒前10 9 8 7 6 5 4 3
20秒前。キニョネスはポーゴの敗北が信じられない。いくら謝罪してもポーゴを許そうとはしなかった。
プエルトリコ軍団と完全に決裂。そして再び一匹狼の立場に戻った。デスマッチ後、ウィングマットは混迷を続けていた。そんな中、ポーゴと松永がタッグを組んでプエルトリコ軍と戦うというインクレディブルな、つまり信じられない試合が生まれてしまった。
止は不毛だ。松永とポーゴの空中分解は徳田をも巻き込んでますますウイングを混乱させた。出てこい。俺のミスだ、戻ってきてくれ。二人は戻っては来なかった。8.15 川崎以来、松永もポーゴも本来の勢いを全く出せずにいた。ポーゴ潰しを狙うキニョネスはそこへ巨大で凶暴な虎を送り込んできた。キムドクである。松永は左膝を負傷しシリーズを欠場中。ポーゴは徳田と共にウイングからはみ出したままだ。こんな状況の中で行われたポーゴとドクの一騎打ちは会場内のどこででもギブアップまたは3カウントのフォールで決着がつく。エニウェアルールが採用された。3カウントフォール勝ちは日本プロレス史上で初の出来事である。ターミネーターが救出に駆けつけた。
使用できんかったから仲間にしたけど、これから協力してくれ。支援するから協力してくれ。1周年記念大会の日を迎えた。会場の戸田市スポーツセンターには続々とファンが詰めかけ、熱気に満ち溢れた。それではプレゼンを代表いたしまして、東光弘選手よりご挨拶申し上げます。ご来場誠にありがとうございます。本当にこれでようやく1年ですけど、これからも5年10年そして20年と皆さんに愛されるような団体にしたいと思います。ウィングはファンの皆さんと共に成長します。これからもよろしくお願いします。1周年記念の危険な決戦が始まる。大気派対決が実現した。しかも負けた方は3ヶ月間日本を追放されるルーザーリーブタウンルールによる対決だった。
左腕を完全に破壊されたうえ、ルールにより出場停止が決まったジェイソン。こうなれば、3ヶ月後に全役ジェイソン対決でこの無念を晴らすしか道はない。 ごめんなさい。 I'm sorry, I let you all down. Sayonara. Yeah, it always seems to be on the way out. Easy, don't touch arm. その汚名を注ごうと金網の中へ乗り込むポーゴ。
それぞれ使用が許された一点の凶器を持参しての再戦だ。逃げ場はない。まさに決闘である。
デスマッチの帝王の本領をフルに発揮し、タイ独占に決着をつけた。一線を越えたデスマッチやろうじゃないか、そのためにも勝て。Why stop match? どうてめえこれの勝負じゃないの、お前じゃないの、He don't give up! You don't pull my ass! Fucking get! Fuck you!2月8日の猪木上田戦以来15年ぶりに決行されたネイルデスマッチ。今回危険度はさらに増し、リング外に敷き詰められた釘の総数は 14,256 本。しかもどちらか一方が場外に転落した場合のみに勝敗を決する過酷なルールである。このギリギリの戦いに挑む命知らずは、猟奇殺人犯レザーフェイスとミスターデンジャー松永光弘であった。Yeah!
様座ってください。立ってる客様はお座りください。したのは松永の方だった。1周年記念を勝利で飾れなかった。ポーゴのエールにも応えられなかった松永、無念のアニバーサリーとなった。松永さん、おい、誰かタオル持ってこい。タオル、おい、来るか、タオル。タオルとちょっと水持ってこいよ、水。Thank you.
氷点同地。この言葉はウイングのためにある。1992年のウイングはまさにそんなシーンの連続であった。リング上で地獄巡りをやるのはウイングだけだ。半端な気持ちではついていけない。だがウイングは体を張り命がけのファイトをやり続けるしかないのだ。それが彼らの選んだ道なのだから。さらに激しい地獄巡りへ向けて走り出した。今度はどんな修羅場が彼らを待っているのだろうか。皆さん、海は体を痛いので行きますので、他の方